はい、こんにちは。今日のタイトルは地球は丸いという、ものです。地球は丸いというのはね、まあ、現代人は、まあ、見れば常識と思われるものなんですけれども、この問題について、まあ、人類の歴史に立ち返ってちょっと考えてみたいと思います。で、まず地球は平らなのか丸いのかっていうことなんですけれども、まあ、昔の人はね、必ずしも丸いというふうに考えていたというわけではないわけです。で、古代ギリシャの哲学者のアナクシマンドロスという人は、まあ、この左の図にあるようにね、まあ、円盤状の地球に、まあ、大陸があって、まあ、その周りに海がある。で、その海の向こうはね、崖になっていて、まあ、滝のように海の水が、ね、流れ下っているというようなことを考えた人も、います。まあ、これを、ね、地球平面説というんですけれども、一方で、プトレマイオスとかアリストテレスというやはり古代ギリシャの哲学者たちは、まあ、地球は球体である、そして、まあ、天球というのも球で、この、ね、地球を取り巻く天球上に星があって、ぐるぐる回っているという、まあ、天動説を考えているわけです。で、この球状の形をした地球のことを地球球体説というふうに、まあ、言われています。で、地球は丸いということなんですけれども、まずどうしてかということなんですが、このコペルニクスの天体の回転についてという、まあ、1543年に書かれた本ですけれども、この本に書かれている文章を、まあ、読んでみるとこんなふうに書いてあります。宇宙は球体であることを言う必要がある。理由はこの形が最も完全であって継ぎ目も何もいらないということであるというわけですね。で、太陽や月や星がこの形に見えるということも、まあ、星や天体が、まあ、球であるということを示しているわけです。で、この形が、まあ、天体につきものであることは、まあ、疑うことものではないというふうに言っていて、まあ、地球もね、まあ、例外ではなく、まあ、球なんだというふうに、まあ、まあ、述べています。で、まあ、これは一つの仮説としてね、コペルニクスはね、本を書いてるんで、まあ、地球が丸い、まあ、証拠というものも、まあ、当然、まあ、書かれてます。で、どこからでも良いから北へ向かっていくと日周運動の一つの極がだんだん高くなり他の極は低くなるというわけです。だから北へ向かっていくと北極星の高度が高くなっていく。で、反対の極はね、下がってくるというふうです。そして、この極のね、まあ、高度、傾きですけども、まあ、地球上をね、移動した距離にね、比例して、まあ、大きくなっていくということで、まあ、このことがね、地球が球体であることを、示すに他ならぬというような、言葉で、まあ、表現しています。で、まあ、この赤道から北極へね、実際、向かっていったら星の動きはどう見えるかということなんですけれども、まあ、ここでは人工衛星観測ナビゲーターというね、シミュレーションソフトを使って、やってみました。で、これはインターネット上のね、サイトにある、ソフトなんですけれども、この左側の図はですね、まあ、ポラリスが地平線にあって、まあ、ちょうどこれが、まあ、赤道で、北の方の空を見たときに見える星座を表しています。まあ、上の方に、まあ、カペラ、吉田ですね。それから、ちょっと左手のところの真ん中あたりにカシオペア座が、まあ、あります。まあ、こちらもね、冬の、まあ、星座ですね。はい。で、これをですね、どんどん北へ向かっていくんですけれども、まあ、エンビサットという人工衛星に乗って、まあ、進んでいくというような感じで、まあ、約40分かけて北極まで向かうというふうな設定にしています。で、左側の図は、北緯45度ぐらい、この右の図では赤の部分ですけども、まで来ますと、まあ、かなりね、この北極星が、視野の真ん中に来ていまして、まあ、左手にケフェウスや白鳥、右手に、オウグマ座、星の配列では北斗七星が、見えるようになるというわけです。
で実際に赤道からね動かしていった様子は、まあ、ジフアニメにしていますので、ちょっとその動きを見ていただきたいと思います。はい、このような感じで、まあ、ケフェウスがだんだん高度を上げていきますね。北極星、コグマ座ですけども、まあ、だんだん見えています。で北極星の上にある、星座はキリン座ですね。はい、大熊座が上がっていきますね。そして北極に近づいてきますと、ヘラクレス座、それから、こちら牛飼い座ですね。その間に冠座なんかが見えています。はい、というわけで、まあだんだんね、この北極星の下にある星座が見えるようになるというわけです。で、まあ、北極まで行くと、まあ、こんな感じになったんですけども、白鳥座、琴座、ヘルクレス座と牛飼い座、冠座っていうのはね、これはまあ夏に見える、まあ、星座なわけですね。ですから、まあ、この2月のね、設定にしてありますので、まあ、半年経ちますとそれらの星がね、ぐるっと回って高い高度にやってくるというわけです。まあこれが、まあ地球が球であることの、まあ、証拠になるというわけです。それから、まあ南半球に行って、まあ星座を見るとですね、北半球の見え方とはね、逆になるというわけです。まあ地球が球体だ、あることからね、まあ言えるんですけども、まあ、この左の2枚は、岐阜県で撮影した、まあ、オリオン座です。で、このオリオンは真ん中にね、三つ星というね、星が並んでいて、まあ、鼓みたいな形をしているんですけれども、この三つ星の下に、オリオン星雲っていうね、星雲が あります。で、このオリオン座なんですけども、南半球でも見ることができまして、右の写真はナミビアで撮影したものですけれども、ちょうど真ん中あたりに三つ星が見えてますけれども、オリオン星雲はその上に来ています。すなわち上下が逆さになるということで、これ逆さオリオンとか言ったりしてるんですけども、まあそういうふうに見えることもね、地球が球体であることの証拠というわけです。それから、まあ、コペルニクスの、まあ、この本を読んでいくと、水平線上にある、まあ、島の見え方というか、まあ、それから船とかを見ても、地球が丸いということが言えますよというふうに述べています。文章は、まあ、水面もまた球形であることは航海者によって認められている。陸地が水府には見えないとき、マストの上にいる人は見えるということが あります。そして、マストの上に明かりをつけておくと、船が陸から遠ざかっていくと、騎士の人はそれを見ていくと、次第に低くなっていって、しまいには沈むように見えなくなるというふうなことが、まあ、書かれています。ですから、まあ、この船のね、姿をね、海岸で見てると、まあ、地球が丸いことを、まあ、知ることができるというわけです。で、まあ、海岸で撮影したいろんなね、写真を見てみて、まあ、今の、見え方がどう変わるかっていうものがね、これまでに撮った写真の中にないかいろいろ見てみたんですけれども、まあこんな感じになっていて、まあ、遠くの景色の中に船が映っていたり島が映ってたりしています。でこれを見ると、まあやはり海は果てしなくね、遠くまで見えるわけではなくて、途中で空になるということがまあ分かります。まあこの遠くの島なんかを見るとね、高いところしか見えないような感じなので、まあ、今言ったようなことがまあ言えるというふうに思いますけれども、まあ、今のね、地球が丸いことを確かめる、まあ、裏付ける写真っていうのはね、これまで撮ってなかったので、まあ、ちょっと次の機会にはね、撮ってみたいと思っているというわけです。はい、それから、まあ、地球が球形であるということから、まあ、夕方ですね、だんだん空が暗くなっていくときに、この東から夕暮れが迫ってくるんですけども、まあ、このね、高いところの空はまだ多いんですけれども、ちょっと低いところはね、赤っぽくなって
いるんですけども、まあ、その下のねちょうどこの地面っていうか地平線に近いところに行くと今度ややこの青みがかかってくるんですけども、これはこの太陽が沈んでいってね地球のまあ影っていうかねに、影がこの空に映るというような、こともあってね、まあこういった現象も、まあ、地球が丸いことを示す、まあ、現象であるというふうに、言えます、まあ、そういうふうにして、まあ、現象は、まあ、解釈できるというわけです。はい、それからより直接的にね、まあ、地球の形を、まあ、知る方法として皆既月食という現象があります。これは、太陽を地球月の順にね、一直線上に並んだことによってちょうど地球の影の部分に月が入り込むことで月食が起こります。で左の写真は、まあ、皆既月食の状態が真ん中で、まあ、半分ね照らされている状態のものが両側にありますけども、この黒くなっている部分ね、暗い部分全体は、まあ、地球の影なので、まあ、丸い、まあ、円になっているというわけです。ですからこの、月食のこの影のね、出来方を見れば地球の形が、まあ、そこに映っているというわけです。で右のものは、まあ、このちょうどね半分照らされている状態ですけども、光が当たってる部分と光が当たってない部分、ね、ちょっと暗めの部分ですけども、そこの境界がこうカーブしていて、まあ、この地球の形がカーブしている、ね、球であるということを示すというわけです。はい、で、まあ、宇宙開発の時代ということで私たちは、まあ、そういう時代に生きていて、まあ宇宙から見た地球っていうね写真が、まあいろんなところに、まあ溢れてるわけです。左の写真は国際宇宙ステーションから見た地球で、まあ、ちょうどこの光ってる部分はオーロラなんですけども、地平線がカーブしてるということがわかります。それから、まあ、右の写真はこれ日本のね宇宙開発研究機構の JAXA とそれから NHK が観測した月の、ね上空から、まあ、月と、地球を撮影すると。で地球は、まあ、満月のようにね、全面が照らされている状態で、まあ、撮影するという映像を撮ったわけですけども、これを見てもね、まあ、地球が球であるということはもう一目瞭然というわけです。でまあそういうふうなんで、まあ、誰でも知ってる、まあ、小学生もね質問すると、まあ、大体まあみんな知ってるわけです。ですから地球が丸いということはね、まあ、小学校の理科の教科書には出てこないわけです。まあ、学校で習わなくてもね、みんな知ってることですよっていうわけですね。で、まあ、このコペルニクスのね、本で、まあ、地球は丸いということなんですけれども、まあ、これらの仮説が正しいとか本当らしくないということは必要ではない。まあ、それらは観測に合う計算を与えるという一つのことで十分である。同一の運動がいろいろの仮説で説明されるから天文学者は理解しやすいものを選ぶであろうというふうに、まあ、コペルニクスは述べています。でこの天体の回転についてという本は、まあ、地動説を唱えているということでね、まあ、これはキリスト教の考えと、まあ、矛盾するということで、まあ処刑されるという、まあことになりかねないということなので、これはあくまでもね一つの考えですよというふうに、まあ、断って、まあ、発表しているというわけです。で、まあ、このコペルニクスの、まあ、言葉はね、まあ、地球の本当の姿は、まあ直接見ることができなかった時代なので、まあこの地球が丸いと考えたら合理的に説明できる現象を挙げてね、でそれが、まあ理解しやすいものであるということが、まあ、大事だというふうに、まあ、言ってるわけです。ですから、まあ、この、自然をね、まあ、どのように、まあ、捉えるか、ね、ということに関して、まあ、科学的な、まあ、考え方というものを、まあ、コペルニクスは示しているというふうに、まあ、思います。そういう意味で、まあ、地球が丸い証拠というのをね改めて、まあ、きちっとね集めてね、
分かりやすいというか納得できるような、まあ、ことにしていくということが、まあ、必要かなというふうに、考えています。海に行ったらね、遠くの船が、まあ、やってくる様子なんかもね撮影してまた、ホームページにね、追加できればというふうに思っています。まあ、今日は、地球は丸いという、まあ、そういうお話をしました。